今日は2021年12月14日です。昨日は東京証券取引所の方に申請、上場申請しに行きました。今日はその翌日ですね。昨晩はうちに投資してもらっているナオさんの忘年会ということで、結構夜遅くまで飲みました。1時ぐらいまでかな、飲みました。で、朝7時に起きて、でシャワーとうとう浴びて、で、朝のミーティング1件やって、でこれからちょっと移動してエッグジャパンというところに行ってきます。三菱地所さんがやっているコワーキングスペースに行ってきます。新丸ビル10階の方に行ってます。エクジャパンさんです。なんか未来感あるエレベーターですね。いただき。